キエナ、どうかしたんですか？なんだか上の空ですが。ん？あ、なんでもない。平気だよ。その顔、私、また心配をかけちゃったみたいだね。もう一人で背負わないって、みんなと約束したから、黙ってるつもりはないけど、ちょっと複雑だから、どう話せばいいかわからなくて。ブローニャは気にしません。キアナの言葉で少しずつ教えてくれればいいんです。じゃあブローニャ、唐突かもしれないけど、シーリンってどんな人だと思う？シーリン、あの第二次崩壊を引き起こした空の律者シーリンのことですか？うん、夢の中で彼女の記憶を何度も体験したことがあるの。シーリンは律者で人類の敵だけど、夢の中で最も感じたのは彼女の心残りの方だった。世界は彼女に苦痛を与えた。だから彼女は憎しみや憎悪を他人に向けた。でも彼女に愛情やかすかな善意を向けた人もいた。なんだか彼女のことをかばってるみたいになってごめん。多分私も記憶の影響を受けてるのかも。もっと頑張らないとだね。キアナが謝る必要はありません。悩みを打ち明けてくれたこと、ブローニャは嬉しいです。シーリンが引き起こした第二次崩壊、ブローニャの両親はその災害で亡くなりました。彼女が憎い？全く憎くないと言えば嘘になります。ですがその災害はブローニャの物心がつく前のことです。正直に言うと実感がありません。第二次崩壊は空の律者シーリンの死によって終結しました。彼女は払うべき代価を支払ったんです。だからブローニャの憎しみももう終わりました。キアナの話は間違っていないとブローニャは思います。人は鏡みたいなもので、それぞれが思う世界を映し出しています。傭兵だった頃のブローニャは感情のない兵器みたいで、世界に対して冷たい殺意しかありませんでした。でもカカリアお母様がブローニャを孤児院に入れてくれて、ゼーレがブローニャに家の意味を教えてくれました。人生には様々な可能性があります。成長する最中で接した人はその人に影響を与え、変化をもたらし、違う道を歩ませることもあります。シーリンもブローニャもそれはみんな同じです。支配の律者もそれを利用して人々の負の感情を大きくし、そしてそれを利用して世界に危害を加えてきたんじゃないですか。負の感情に負けてられないね。その通りです。それが人の心の強いところです。でもキアナの言ったのが、キアナの中にあるオットーによって目覚めたあのシーリンなら、ブローニャは彼女が嫌いです。彼女がキアナに苦痛を与えましたから。ありがとう。こうして考えてることを素直に話して、素直に礼を言うキアナはなんだか昔のキアナに戻ったみたいです。私もこうしてた方が私らしいって思ったよ。うん、すっきりした気がする。訓練室で話すだけっていうのももったいないし、ブローニャ、久しぶりに手合わせしてみない？いいですね。次元挑戦、撃墜数、それとも1対1ですか？言っておきますが、模擬訓練でもブローニャは手加減しませんよ。望むところだよ。
おかしいです。ブローニャ、どうしたの？やっぱり使えません。断りの律者の力がまだ回復してないんです。まだダメなの？支配の律者を倒したら戻ると思ってたのに。ブローニャもそう思ってました。でもやはり何か変です。最初は時間が経つにつれ力も徐々に回復するものだと思ってました。でもこんなに時間が経っているのに回復の兆しはありません。何か鍵となるものを見落としている可能性があります。でも人形はもう消滅したし、支配劇場にも戻れないよ。どうやってブローニャの力を取り戻したらいいんだろう。ブローニャは律者の力だけを頼りに戦ってきたわけではありませんので大丈夫です。ただこの裏に何か別の意味が隠されているのではないかと心配です。実は私もちょっと疑問に思ってたことがあるの。支配劇場で空の律者の力を使って通路を開いた時、力を奪われる覚悟をしてたんだ。人形が空の律者の力を自在に扱えるようになるまで時間がかかると思ったから、それまでに奴らを倒せれば私たちの勝ち。だから私はそれに賭けようと思った。でも不思議なことに私の力は奪われなかった。その後の戦闘でも空の律者の力を使ったけど何の支障もなかった。あの時人形たちは勝機がないから諦めたのかと思ったけど、でもブローニャの話を聞くとやっぱり違和感がある。律者の力を奪えば明らかに向こうにとって有利なのに、どうしてそれをしなかったんだろう。はい、確かに妙です。空の律者の力を手に入れるためハイペリオンまで来たのに、いざチャンスが来た時に手を出さないなんて別の意図でもあったのでしょうか。わからない。この件はブローニャが博士たちに報告して相談します。キアナも気をつけてください。うん、そうする。まあ、もうダメ、お腹すいた。先に食堂に行ってるから、また後でね。お腹いっぱい。あれ、ゼーレ、どうして自販機の前でぼーっとしてるの？これ壊れてるみたい。壊れてる？ボタンを押してないからだよ。ほら、こうして押せば出てきたよ。はい、わさびピーナッツ。ゼーレってばどうしちゃったの？まるで初めて自販機を使ったみたい。はっ、どこかのおバカさんがどうしても好きなものを食べてほしいなんて言うから、めんどくさいわ。来なければよかった。ん？今日のゼーレなんか別人みたい。でもどんなゼーレもゼールだよね。当たり前でしょ、私たちはゼーレだもの。あなたはどう？もう一人のあなたとの喧嘩はどうなったの？言っちゃいけないことを言ったかしら。ゼーレに知られたらきっと怒られるわ。誰しも心に善と悪が共存してるからあまり気にしないでって言いたかったのよ。あなたがあなたの信じたいものを信じ、それを貫き通せばそれで十分でしょ。もう私ったら何を言ってるの。やっぱりゼーレはすごい。は？まだ何も言ってないのに
もう私の悩みを見抜いちゃうなんて。本当にゼーレは優しいな。アドバイスありがとうね。テレサ、ここにいたんだ。ええ、さっきまでアインシュタイン博士たちと次の作戦について話してたの。それで食事のタイミングを逃しちゃったから、何か食べ物がないかなと思ってここにね。それでキアナは私を探してたの？何かあった？何かあったわけじゃないけど、ちょっと話がしたくなったから。そんなにかしこまってどうしたのよ。何かしら？シーリンのことなんだけど。シーリン。第二次崩壊の時、テレサはシーリンに会ったことがあるんだよね。ええ、あの子を助けてあげられなかったこと、今でも辛い記憶だわ。彼女は人類の敵になることを選んだ。それでもテレサは彼女を助けたいと思ったの？あの子は過ちをたくさん犯したけど、彼女一人が悪いわけじゃないわ。彼女を正しく導いてあげる人が彼女のそばにいなかっただけよ。子供に善悪の区別を教えるのが大人の義務だもの。正しいことを教えてもらえなかった彼女が過ちを犯し、そしてその罪を全部彼女に背負わせてしまったら、それこそ責任転嫁だわ。もしも私がもっと早くバビロンの塔の実験に気づいてシーリンをセーフレイヤーに入学させていたら、彼女は助かっていたかもしれない。そうしたらあの災害も避けられたんじゃないかってたまに考えるけど、この世にもしもなんて存在しない。起きてしまったことは変えられないの。テレサ、シーリンのような悲劇が二度と起こらないようにするしかない。それがセシリアの願いでもあるわ。ママ、セシリアの？セシリア、彼女はシーリンの元凶に閉じ込められたことがあるわ。中で何があったかは知らないけど、シーリンは彼女と向き合う時にだけ迷いを見せたわ。セシリアの目を見た時、本当にあの子を助けようとしてるんだって私も気づいた。彼女の性格からして、きっと最後の一秒まで諦めてなかったと思うわ。もう手遅れだって分かってても彼女は諦めない。彼女はそういう人よ。何かを決めたら最後までやり通すの。自分が傷つこうとも他人に優しくする。その優しさで多くの人を救ってきた。私もジークフリートもシグレキラも、彼女は美しい月光のようで、私たちにぬくもりや愛を教えてくれた。だから私はセシリアの選択を信じるわ。私もセシリアの愛と優しさを広めていきたいと思ってる。素敵だね。ありがとう、テレサ。その話を教えてくれて。私もちゃんと考えて自分の選択をするよ。久しぶりに昔話をしたら少し感傷的になっちゃったわ。今日はセシリアの花で入れたお茶でも飲もうかしら。
ああ、めんどくさい。落ち着いてくれ、テスラ博士。君が声のボリュームを上げても調査進捗は変わらないよ。何があったの？人形事件の余波さ。どんな？私が説明するわ。私たちが船体の人形個体を消滅させた後、人形の宿主たちも徐々に正気に戻っていったの。まあ彼ら自身は律者と意思の疎通を図る手段がなくて、有効な特定方法もないから調査で推測した結果でしかないんだけど、ここ2ヶ月の失踪報告、当事者の性格が急変したという証言、自身の変化に気づいた本人の申告、そういった方法で特定していったわ。それらの報告をまとめたところ、私たちはその結果に驚いた。その数が1000を超えていたのよ。え？人形の数は1000体以上もあったってこと？そう急いで結論を出す必要はないよ、キアナ。私たちも最初は驚いたけど、さらに調査したところ、事実は私たちの想定と少し違っていたわ。失踪報告と目撃証言には一部人形と無関係な事件があった。それはまだ私たちの想定内だったんだけど、本人の申告によるものに関しては怪しい部分がかなり多かったの。一部内容が矛盾してる人たちもいて、確認しに行くと勘違いだったって言われることもあった。一番訳がわからないのは、3回聞いて3回とも全く違う回答をしたやつよ。それって誰かが嘘をついてるってこと？そうよ。どこで情報をつかんだか知らないけど、異常な力。そういったやつらは人形のことを全然知らないから、宇宙人に誘拐されたとか、毒キノコを食べたとか、悪霊に取り憑かれたとか、デタラメなことを言ってたわ。そして本当に人形の影響を受けた人たちは、自分に何があったのか説明できないくらい言ってることがめちゃくちゃなの。そういうめちゃくちゃな証言から彼らの行動を調べつつ、嘘やデタラメを言ってる奴らの判断もしなきゃいけない。そのせいでネゲントロピーの調査は全然進んでないし、今も被害状況をうまく整理できてないのよ。以上のことから、人形とその宿主は船体のみという結論はそのまま維持することにした。うん、でもある意味いいことだよね。どこが？被害人数が増えてないところだよ。支配の律者が起こした災害はこれで終わり。そう考えると安心しない？あんたってばポジティブよね。まあね。別に褒めてないんだけど。まあいいんじゃないか。テスラ博士もそういった考え方を学んだ方がいいと思うぞ。必要ないわよ。ごめんなさい、ぶつからなかった。大丈夫だよ。それよりゼーレはどうしてここに？キアナが会議室にいるって他の人に聞いてここに来たんだけど。それよりさっきゼーレと会った時、キアナに変なこと言ってなかった？変なこと？言ってないよ。むしろゼーレのアドバイスに助けられたかな。はぁ、よかった。何があったか教えてくれないから心配してたの。今度また悩みとかあったら遠慮せずゼーレに相談してね。キアナはゼーレの友達でしょ。友達の力になれたらゼーレは嬉しいから。ありがとう。じゃあ次もお願いしようかな。はぁ、疲れた。
練の時にいろいろ考えてたらこんな時間になっちゃった。やっぱり難しいことを考えるのは苦手だな。でもみんな私のために考えてくれた。わけのわからない質問をしても誰も笑わず真剣に答えてくれた。いろんな形で私のことを思ってくれて助けてくれてる。本当に私は恵まれてるな。ありがとうみんな。誰？おかしい。この時間はみんな眠ってるはずなのに、何かが落ちたのかな。ドアの外から気配は感じない。敵意もなさそう。でも油断は禁物。異常を確認したらすぐみんなに知らせないと。どうして？これって支配劇場？